はい、どうも、こんにちは。今日はね、川栄里奈ちゃんのことについてお話ししていきたいと思います。ヤングジャンプの表紙に、ちょっと川栄里奈ちゃんが関東グラビア的になってて、乗っててちょっと安心したね、本当に。AKB の通り魔事件で、川栄里奈ちゃんがね、もう、なんか、もう、通り魔じゃなくて、ノコギリ切りつけられたじゃん、あれ。あの、里奈ちゃんがさ、すごい心にさ、深い傷を負ったんじゃないのか、すごい心配してたんだって。だけどね、見事、傷か、心の傷は負ったと思うけど、それを乗り越えてね、ヤングジャンプ、関東グラビアおめでとうございます。エクセレントって感じね、本当に。まあ、りっちゃんがね、やっぱ、やんちゃんの表紙を飾ってるちょっとね、明るくなりますわ、ほんと。ヤングジャンプ、ヤングマガジンで、ほんと、無名なアイドルが表紙を飾ってると買う気がなくなるけど、やっぱ、川栄里奈ちゃん。いや、表彰飾ってるとね、やっぱ、歌舞伎になるね。やっぱ、りっちゃんは可愛いと思う、俺も。ね、マジで。りっちゃんは可愛い。なんでりっちゃんは可愛いかっていうとね、ほんとに、もう顔がね、ロリ系。やっぱ、ロリ系、好きにとってね、可愛いりなちゃんってほんと、ドストライクゾーンだと思う。ロリロリのみの能力者っぽいしね。あと、ほんとに、りなはね、多分性格がいい。もう多分ね、もう性格が悪いっていうオーラが一つもない。あれ間違いなく性格いいぞ。なんで、川栄里奈が性格いいのか、についてちょっとお話ししていこうと思います。なんだ、川栄里奈ってなんで性格がいいかって言ったら、可愛い子っていうのはね、子供の時から、いろんな人にプレゼントされたりすげえ大切にされてるわけよ、ブサイクと違って。だから心がね、綺麗なのは大人になるの。だからね、りっちゃんも未だね、心が綺麗なんだと思うんだよね。なんでね、性格の悪い女ほど、な顔が可愛くないかっていうと、それはね、もういろんな奴らからほんと貶められてきて、ブサイクしねえとか言われて。で、それどんどん心がダークサイドに落ちていくわけ。で、そのダークサイドに落ちてしまって、やっぱりね、やっぱ男性なんて信用できないっていう風になっちゃうわけだよ。やっぱそうなってしまうとね、やっぱ人間っていうのは、ダメなんだよ。人を信じる心を持ってるりっちゃんだからこそね、心がすげえ綺麗なんじゃないのかなって僕は思ってんだよね。正直。俺はそう思ってる。そう、だからそういうね、りっちゃんの心の綺麗さっていうのはね、やっぱ可愛い子、特有のものなんじゃないのかなっていうふうに俺は思うんだよね。あと可愛いエリアの魅力で。もう、顔もキュート、スタイルもキュート、ね、本当に、もう小動物系、もうね、で、ロリ系も完璧。もうね、もうやっぱり、なんていうか、やっぱ可愛いっていうのはね、と思えることがね、合う女の子だよ、思うんだよ。ほんとに可愛い、もうそれだけの言葉で表せるってことは結構難しくてね。うん。その、なんか、美人だっていうのは、とは違って、可愛いっていうのはその一言で表せるっていうのはね、可愛いエリアの、ね、魅力だと思います。僕はそう思います。でもね、ありがとうございます。